はーい、こんにちは。沖縄おばばでございます。うるわしく舐め合いしてますね。はい、えー、こちらが今日は最後の動画になります。えー、ちょっと1本少ないんですけど、皆さんお許しください。はい、なんかいろいろね、今日はまあバタバタしてて、えー、振動、ほい,い感じになりました。はい。まあ、ちょっとね、えー、まあ、 あの、クロ、あのームブックの使い方もね、やっと何とかあ分かってきました。はいー、コピペもできるようになりました。<laughs> まあ、そんなこんなでね、ちょっとね、あのー、特殊なんでね、キーボードが。はい、上なので、不慣れなんでね。 えー、何か、あの、間違った入力してたら、あごめんなさいです。はい、すいません。えー、ということでね、今日も一日お付き合いありがとうございました。あそれからですね、えー、本題に入ります。これもね、ナチュラルなね、ニュースさんです。ナチュラルなね。はい、えー、ナチュラルなニュースさんでね、えー、ドドイツですね。ドドイツ。はい、ドド,ドイツのことを、 えー、あげていました。はい。こちらも英語の記事なのでね、Google さんから飛んでいって、それであの、自動翻訳してもらってください。はい。えー、まあ,あー、ドイツですね。ドドイツ。はい。えー、小麦の収穫が干ばつで半分ダメになるそうです。はい。 えー、もう決定思考ですね。これね。もう、どこどこがダメ、どこどこがダメ、どこどこがダメという報告ばかりです。はい。えー、あと、ちなみにですね、えー、干ばつと逆のことが、雨の国でね、キャンディーで起こ,起こっておりまして、こちらの方は洪水でダメということです。はい。そして、同じね、 ナチュラルなニュースさん。あのー、ラオヘイさんもね、えー、今朝あげてたんですけど、えーあ、昨日の夜ですね、あげてたんですけどね、死、えー、の国でもダメだそうです、干ばつで。はい。えー、作物があ全然、まあ、あのー、無理っぽいということですね。はい、収穫が。はい。これもう世界的なもんですね、本当に。あの、ブラジルとね、 えー、ブラジルと和水を除く他のところはもう、やばみですね、これね。両方ともね、えー、ブラジルの方もね、あの、ブリックスのチームですんで、チーム和水の方なんでね。えー、日本に分けてくれるかどうかは期待できないっていうことですね。で、ちなみに、こんなね、もう何回も言うようですけど、はい。えー、日本はね、もう、減点政策やってますんで、この後に及んで、はい。 ええー、あたおかとしか言えません。はい。もうここでね、あの生産能力を上げていかないと、もう、やられちゃうんですけどね。まあ向こう側はそれが目的なんでしょう。で、いわゆるアウト、セーフですね。日本のね。こちら、はもう、完全にあっち側ですから。はい。完全にあっち側です。 えー、カレイドさんのね、えー、これ、記事に載ってたんですけど、後でこちらの方明日にでも配信します。もう地の民民党は最初から完全にあっち側だそうです。はい、ぬっぽんをね、ぬっぽんを、バナナのね、えー、叩き売りですね、するために、えー、作られた党だったということです。はい、えー、まあ、そういうことですね。はい、まあ、 まあ、とんでもないです。はい。まあ、今後ね、もしね、戦線の教、教法がありましたらね、皆さんね、どうぞ、あの、懸命な判断をされることを、私は望んでおります。で、え回みたいにね、組織票で全部持っていかれて50、50%しかないのに、そのほとんどが組織票、そ、組織票でね、向こう側にやられちゃいましたっていうこと、そういうことにならないように、はい。 そういうことです。えー、諦めてはいけません。この辺ではね。はい。そういうことです。えー、徹底的にやらないといけないんじゃないかなと思います。そういうね、自分ができることですね。はい。え神、ー、数にね、行かないのはね、えー、まず、あの、組織表、組織表ですね、に全部載ってられますから、で、 えー、戦線の極強の率がね、50%っていうのはそういうことなんですよ。全部組織ですよ、組織。はい。そういうことです。あのー、ね、例の州の強協の団体とか、ああ、いわゆるね、えー、会のシャッシャーの関係とかね。はい。そういうことなんですよ。はい。えー、なので、えー、ここら辺でね、ちゃんと目が覚めないと、本当に、えー、日本は、 はあ、あっち側です。気がついたら。はい。そういうことです。もう、あのー、遅いです。はい。えー、ここら辺で目覚ま,覚,め覚まさないとね。もう十分遅いんですけど、それでもまだちょっとは間に合うかなっていう感じはしますけどね。はい。まあ、次のね、紙数えで、これができなかったら本当にもう、もう、もうダメでしょうね。 はい。そう思ってます。はい。まあ、そういったことで、まあ、愚痴ってしまいましたけど、はい。えー、今日のね、えー、まあ、配信はここら辺で、えー、はい、えー。終わりたいと思います。はい。皆さん、本当に一日お付き合い、本当にありがとうございました。もう今日はもうとんでもないことがね、たくさんありました。はい。えー、そういうわけでね、えー、はい、えー。ドドイツのね、小麦の収穫も、おまあ、 半分だと。はい。そういうことでございます。はい。えー、これは多分、雪んですね。はい。<laughs> そういうことですね。はい。まあ、半分ね、収穫できればいいでしょうけど、実際どうな,のなることやらです。はい。えー、それでは皆さんまた、明日もね、元気な、あお顔でね、お会いいたしましょう。沖縄、おばばでーした。あーい。パナッシャー。パナッシャー。向かないですね、こっち。